レバースで銃を手に入れる。レバレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ今日はね、タイプ別レバナス投資法、こちらの方にコメントの方をね、いただいておりますので、そちらのね、コメントの方が気になりましたので、今日はね、そちらの方のコメントについての、私の意見を述べさせていただきたいと思います。このね、コメントの方が正しいとか正しくないじゃなくてね、私が何を思ってレバナス投資をしているのかっていうところをね、お伝えしていきたいなと。実際は、ライブ放送とかね、他過去動画でもね、出してるんですけれど、まあ、最近ね、私のチャンネル登録者さんの方がね、かなり爆増しているということになっておりまして、まあ、昔のことをね、知らない方もいてるんじゃないかなというふうに思いますので、今日はこのあたりを皆さんと情報共有していきたいと思います。それでは、スタートです。はい、まずね、いただいたコメントなんですけれども、個人的意見ですかと、QLD が SBI 証券で買えるようになったので、為替ヘッジあり、ヘッジコストを払うのお題はレバナスよりも、ドル建ての QLD ならタイミングを測って買えるし、その方がいいのではと、しかしタイミング投資はよほどの経験、センスが必要なので、初心者、投資経験が浅い人は避けるべき、おすすめできませんと。積み立てプラス暴落時のスポット購入がいいと思いますと、いうことで、要は、QLD の使い方というね、ところ、まあ、ここをね、解説していきたいなと思います。この方の意見がいいとか悪いとかくどいですけれどね、それを言ってるわけではありませんということで、ね、私はなんでレバナス投資をしているのか、まず一つ。私がレバナスを買おうと思った時は、大はレバナスしかなかったというところ、楽天レバナス、au レバナス、後で出てきております。QLD も最近買えるようになりました。トップ級も最近買えるようになりました。ということだったんで、まずね、レバナスというものを買おうと思った時っていうのは、まあ私が買おうと思った時にはレバナス、大和レバナスしかなかったというのは一つ、これはあります。ですからね、私の場合選択肢がなくてレバナス投資をしてると。じゃあ大和レバナスで間違っていたのかというと私はそうではないと思ってるんですね。まず私はレバナスを使って資産形成をしていこうと、当時は思っていたわけですね。そして私は日本で住んでいて、日本で生活していて、そして日本で、ね、根を張っているということになりますので、まずね、円の資産っていうのをね、しっかりと構築していかないといけないということになっているわけですね。ということは、円の資産で持てる投資信託、大和レバナスですね。そして QLD っていうのはドルの資産になってしまうわけなんですよね。ということで考えていきますと、今の私の考えっていうのは、円の資産半分、ドルの資産半分で保有しておかないといけないというふうに思っています。円の資産の方を保有していくにあたって、一番いいものはね、何なのかということで突き詰めた時には、当時は、アイフリーレバレッジ、ナスダック100、大和レバナスしかなかったわけですよね。その当時から、ファングプラスというものは存在しておりましたけれど、まだその当時っていうのは中国の株が入っておりまして、今のようなね、構成銘柄、10銘柄になりまして、アメリカのね、株しか入っていない、上位はね、ナスダック100の上位企業しか入っていないなんていうことはありませんでしたので、選択肢には入らなかったわけですよね。そしてもう一つ、投資信託のいいところっていうのはただ一つなんですね。それは100円。以上1円単位で買えると、要は3万円積み立てをしようとか5万円積み立てをしようと思った時に5万円丸々買えるわけですね。別に5万5000円でも5万1000円でも5万111円とか、ポイント余ってるから5万とポイント分を購入しようと思っても購入できるわけなんですよね。ですけれど QLD、ETF っていうのは1株あたりずつしか、購入できないということになってきますので、どうしても端数が出てきてしまうということですね。その端数はじゃあ来月に持ち越していくのか、再来月に持ち越していくのか、というね、ことになってくると。それともう一つ、同じ意味合いになるんですけれど、売るときも一株単位でしか売れないんですよね。まあ、レバナスだったら定期利確ということでね、毎月、2% ずつ利確してくださいみたいな形で、楽天証券だと設定しますと、毎月決められた日に 2% ずつね、利確されていくわけなんですけれど、まあ、これもね、投資信託の膨大な口数の方が、まあ、しやすいということもあるわけですね。そして何よりも、レバナスっていうのは円の資産ですから、とりあえず円でお金をいただいて、まあ、それを生活費に充てていくということに、ね、なっておりましたので、私はレバナスを選んでいると。QLD はドルの資産ですから、QLD を売却しても、まずはね、ドルから円に変わるというね、手数料が2倍かかってくるという部分と、あとは、
円高ドル安、ドル安円高ということになりまして、今はね、ドルの方が高いので、ドルの資産を切り崩していった方が、ウハウハ状態ということに、ねなりますけれども、時代は必ず繰り返すということで、そのうちね円高ドル安という時もね出てくるわけですね。そうしますと QLD だけで資産を形成しておりますと、今円めっちゃ高いなと、ドル安いなと、ドルが70円、今このね動画を回している時は140円超えてると、あら、その当時から比べるとドル半分になったねと、10万円円をねもらうためにはね、その当時から考えれば2倍のドルをね換金しないといけないんだなということにねなってしまうわけですよね。ですからどちらか一方だけで偏っていると困るんですけれども、ただ円の資産を持っているということで考えていきますと、日本で住んでる限りでは円の資産オール 100% でも問題ないわけですよね。なぜかというと私たちは日本で住んでいるからということでね、これアメリカで住んでるんだったらドル建てのねものを 100% 持っておいてもこれ大丈夫だと思うわけなんですよね。ですけれど今となってはやはり私は円の資産ドルの資産半分半分持っておくということがねいいんじゃないかと。じゃあドルの資産を持つときに QLD を持っている方がいいのかということで考えていったときに、私はレバナス、アイフリーレバナス、ナスダック100、これ投資信託で毎月積み立てていくプラススポット購入で資産を形成していくということになってますからね、これはいいんですよ。ですけれどレバレッジ型の ETF っていうのは私は長期運用っていうのはしない方がいいと思うんですね。20年、30年、50年、100年とかね、まあそんなところまで行きませんけれど、まあ20年、30年を超える長期保有っていうのは、私は向いていないと。まあレバナスは2倍なんですけれど、ソクルとかトップ級とかでも安い時に買って高い時に売る、これを繰り返していくということをね、やっておりますので、まあ数年間QLD とかトップ級とか、ソクルを保有するということがあったとしても必ず高くなっていけば全部ね、売却して、ドルに戻しておくというね、作業をするわけですね。ドルの資産と円の資産で考えた時に、円の資産っていうのは基本的には、レバナスプラス円で持つということですね。そしてドルの資産を持つときっていうのはほとんどがドルに戻るね、もう 90% ぐらいがドルに戻るようなタイミングもあるということですね。そしてドルに戻したときは MMF に入れておくというような状態になってくるということで、そしてドルで ETF 商品でその資産を伸ばしていくということになっていったときに2倍の QLD を使う必要があるのかということなんですよね。ナスダック100の値動きっていうのはね一緒なんですね。でレバナスっていうのは長期運用するからこそレバナス2倍のレバレッジを使うということがあるんですけれど、短期から中期の運用するにあたっては3倍型のレバレッジ商品を使っておいた方がいいんですよね。だって安い時に買って高い時まで待つということで考えていきますと、定増というのが働いていきますから、これは1倍ものよりは2倍もの、2倍ものよりは3倍ものということでね、定増していきますから、同じねナスダック100にレバレッジがかかってる商品でも短期から中期で取り扱っていくにあたって QLD を買う魅力っていうのは全くないわけなんですよね。なぜか、それはねナスダックの値動きっていうのは一緒ですから、それに2倍3倍かかるわけですよね。そして2022年のような暴落が来てね、底値付近になった時に QLD とトップ級どっち買うんだという判断になった時で、長期運用をしないという前提であれば、長期運用は投資信託のレバナス、アイフリーレバレッジ、ナスダック100でするということであれば、長期運用で QLD とトップ級というのは外れるわけですよね。そして、短期から中期の運用で狙っていくとなって、ほとんどナスダック100の底値になっているという時に、2倍型の商品を使う必要がないわけですよね。3倍型を使っていけばいいということになっていくわけなんですよね。そうなっていくと、
ね、レバナスは使えるんですけれど、 QLD 今更ね、日本に上陸してきて為替ヘッジコストがないからといって、QLD を使っていくということが何か意味があるのかなということで考えたときに、私は意味を全く見出さないということがあるんですね。そして最後に一つ、これが引っかかっているところということで、実はこの iFree レバレッジナスダック100と QLD っていうのは細かい運用方法っていうのは違うんですよね。どちらかというとこの QLD っていうのは楽天レバナンスと同じ運用方法ということになっているわけなんですよね。皆さんご存知かどうか分かりませんけれど、詳しいこと言うとね、めっちゃ長いことになってしまいますんで簡単に言いますけれど、日本のレバナンスっていうのは大和レバナンス、楽天レバナンス、au レバナンスとこのね、3つのレバナンスに分かれているんですけれど、大和レバナンスと au レバナンスは同じ運用をしております。楽天レバナンスだけがね、違う運用の仕方でね、ナスダック100に日々2倍のね、レバレッジがかかるように調整しているということになってくるんですけれど、これ、楽天レバナンスとね、大和レバナンスを比べたときに、楽天レバナンスの方が手数料が安くなってるんで、大和レバナンスよりも、パフォーマンスが出ないとダメなんですよね。ですけれど実際にはどうなんだということで見ますと、なんと、手数料の安い楽天レバナンスの方がパフォーマンスが出ていないというね、現状になっていると。こうなってきますと特に QLD 使う必要があるのかなというふうに思ってしまいます。長期運用で考えていけばね、 0.何%のねエビサっていうのも積もっていけば、あららら かなり乖離していたなというねことになりますんで、ということなんで、その、QLD の運営方法ですね、こちらの方もどうなんだろうなということがありますんで、まあ同じねレバナンス同士で考えていくのであれば、まあしっかりとね、はい、パフォーマンスを出してくれる方がいいんじゃないかというふうになりますので、最後はね、QLD と大和レバナンスの運営方法が違うということになってきますので、これはQLD をね選ぶ必要がどこにあるのかなというふうにね考えてしまうので、私は QLD の方は使っていないと。短期から中期の運用であればトップ級でいいですし、長期で、ね、しっかりと利確することまで考えていくのであれば、円の資産であるレバナンスで十分じゃないかなというふうに考えておりますので、まあ、レバナンスをね長期運用では使っているという、ね、結論になっております。最後までご視聴ありがとうございました。今日はねアメリカのマーケットが開きまして、22時からライブ放送がありますので、皆さんこの次はライブ放送でお会いしましょう。さようなら。